名古屋市交通局によりますと、新たな稼働式ホーム柵は、庄内緑地公園駅から赤池駅まで鶴舞線の19駅に設置され、およそ1ヶ月に1駅ずつのペースで順次稼働させる計画です。まず、庄内緑地公園駅で、今年9月1日に設置作業を始め、10月7日から稼働を始める予定だということで、再来年9月に開かれるアジア競技大会までに、 上代駅駅をを除くすてのでで整備を終える目標です名古屋市営地下鉄では東山線や名城線、桜通り線など他の路線ではすでに可動式のホーム柵が設置されているため鶴舞線の整備によってすべての路線にホーム柵が設置されることになります。